ってるのはボイとリゲンだね。裏から攻めてさっさと倒しちゃおう。よっしゃい。どの道龍将様ではエキシエを保とう。そう劉備軍に下るべきではないのか。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。嫌な予感。まさか裏から狙われるとは。新聞のすら読めぬ相手とどう戦えと。我らもこの劉備軍にかなわぬ。覚悟は決まった。私はそちらに下ろう。ここまでか。やむを得ず、お前たちに従おう。よし、メンチクを抑えたよ。これでかなり有利に進むんじゃないかな。日々の研鑽の賜物ですね。すごい、なんて強いんだ。落城は生徒防衛の要、必ず攻め落とすぞ。続け。大義は劉備殿にあり、かくなる上は一心に働くのみ。
御しました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どう。曹操様、
攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あそこが目障りじゃん。一つ奪い取ってやろう。命を目標とする。好きなように踏みにじってやれ。敵地を制圧する。進軍開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。目標とする。いざ進軍せよ。よし行くぞ。拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。俺たちの部で敵地を制圧する。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。やあ参ります。そこは狙い目だね。あっしらでいただいちまうとしようか。楽勝を制圧するのだ。ここが生徒攻略の足がかりとなる。進め。白鵬派に奉するオーツなんてちょいとできすぎだね。
なんたることだ。お願いながら、やれやれ、しくじったもん。デュオビ殿、あっしは休ませてもらうよ。これより味方の援護に向かう。そこ攻める、そこ奪う。魂を目標とする、好きなように踏みにじってやる。そこが目障りだ。ひとつ殴ってやろう。嫌な予感。そこが目障りじゃ。ひとつ殴ってやろう。いい戦ぶりだ。注意はせよ、遠慮はなし。さあ、こうなってやろう。
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この俺に冷や汗をかかせるとは随分と報いがいのある状況だ。いい戦ぶりだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の強さなど問題ではない。俺の武器を信じ蹴散らすのみ。足より相手でも遠慮はなしか。さあ来なくてはな。嫌な予感。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。じったら訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。敵強い。我倒せ。敵も相当の手だれか。油断できぬ。敵は強いようだけれど拙者たちだって負けていない。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この俺に冷や汗をかかせる。随分と報いがいのある状況だ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。強敵と見える。我が策の見せ所であろうな。足より相手でも遠慮はなしか。さあ来なくてはな。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。嫌な予感。ジッター訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵は強いようだけれど拙者たちだって負けていない。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵も相当の手だれか。油断できぬ。この俺に冷や汗をかかせるとは随分と報いがいのある状況だ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。計算の成果です。見えます。
定まった。敵の足場を崩し戦意を損。レイシュフヤヘイヤ参ります。ウッヘイヘイヤヨッヘイ。足場を崩し戦意を損。追いつかれる前に橋を落とせ。よっ橋を破壊するつもりか。生徒への道閉ざさせはしない。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。そこ攻める、そこ奪う。この局面で何たることか。魔毛器一生の不覚。楽城を制圧するのだ。ここが生徒攻略の足がかりとなる。進め。あの馬の死体、ま、休ませてもらうよ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。あそこが目障りじゃ。一つ奪い取ってやろうぞ。血を目標とする。好きなように踏みにじってやる。うっせ。はあ、よっ参ります。やあ、ふっはあ、えい、えい、うっせや。はあ、そこ攻める、そこ奪う。よっやあ、はあ、よっHey!
をもらっちゃうよ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。よし行くぞ。拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ。生徒はもう目の前だ。
皆進め。龍将殿、お許しあれ。これも益州のためなのです。行きましょう。私たちの援護を必要とする部隊があります。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。私たちも進みましょう。生徒発作に同族を攻めるとは、劉備め、恥を知れ。参ります。私はお前を信頼し、同盟を結ぼうとしたというのに、その思いを踏みにじり、この地を攻め落とすとは、何が仁の志か。結局お前も曹操や長老と同じ、世を乱す非道の輩だ。その曹操や長老が益州を狙っているというのに、お前は何をしていた。天堅の山々がありながら、それにかまけてろくに軍備も整えない。俺たちがいくら還元しても一つも取り上げない。そんな体たらくで国を取られた途端に文句を垂れるとは、何様のつもりだ。劉備殿は敵とも味方ともわからない俺の意見にまで耳を傾けてくれた。そして不義になるのを承知で同族のお前を責め、その先にある仁の世のために決断した。
お前との器の差は歴然だ。どちらが液州を治めるべきかは明白だろう。勇者殿、己のしたことの愚かさ、重大さは分かっているつもりだ。だがそれでも私は悲しみのない世を作りたいと思っている。いや、必ず気づいてみせよう。だからこの液州を私に任せてもらえないだろうか。今の約束しかと聞いたぞ。必ずや液州に平和をもたらしてくれ。孔明様、液州制圧おめでとうございます。ついに天下三分の形が見えてきたのですね。ええ、ここからが本番です。次は急ぎ液州の内政を整え、北の葬儀に備えなくてはなりません。皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。何を焦ってるんです。いくら早々でもまだ攻めては来ないでしょう。人の生には限りがあります。漢王朝は400年続き乱れました。それを劉備殿一代で立て直そうというのです。劉備殿が決起されてからすでに34年、残された時間はあまり多くありません。時間が多くないのは劉備殿に限ったことではありませんが、俺やあなた、関羽殿や張飛殿、もちろん曹操や孫権にも死は訪れます。いつ何が起きてもおかしくない時代、もっと足元を固め危急の事態に備えるべきでは。お二人とも、我らは益州を得たばかりです。何も今そのような不吉な話をせずとも良いのではありませんか。そうですね、失礼しました。さあ参りましょう。きっと張飛殿が首を長くして宴席で待っていますよ。劉備殿、先ほど知らせが届きました。宝刀が戦の中で焼き傷を受け、それが元で亡くなったとのことです。なんだと、宝刀、なんということだ。敵は宝刀を劉備殿と間違えていたということです。おそらくは劉備殿の馬を見て取り違えたのでしょう。あの時私が馬を貸していなければ。すまぬ宝刀、すまぬ。彼がいなくなったことは私たちにとって大きな痛手です。ですがここで我らは歩みを止めるわけには参りません。分かっている。私たちは宝刀の思いまで背負わねば。宝刀、見ていてくれ。私は必ずこの益州より乱世を終わらせてみせるぞ。